500円紙幣は日本銀行券の一つ。500円券、500円札とも呼ばれる。B 券と C 券の2種類があり、肖像はどちらも岩倉ともみで現在発行されていないが有効である。1994年に支払いが停止され、以後は1982年に登場した500円効果がその代わりを担っている。 それでも五百円紙幣の日本国内での潜在的、市場残存数は二千七年の時点で約二億二千万枚で、現行紙幣の d 二千円券の流通数約一億五千万枚よりも多かった。九百五十一年三月二十七日の大倉省国時代四百四号、昭和二十六年四月二日から発行する日本銀行券五百円の様式を定める券で、 紙幣の様式が定められている。1946年2月にインフレ抑制を目的とした新淵切り替えが断行され、新たに英語券が発行された。しかしその後もインフレは収まらず、また極めて短期間のうちに準備、制作、印刷された英語券は、蘇生で偽造が横行したため、1950年には最初のン号券として1000円券が発行された。 その翌年に1000円券と100円券の間を埋めるべく B500 円券が発行された。表面右側には岩倉智美の肖像、中央上下には法隆寺が所蔵する玉虫寿司の東金具のレディーフ模様を描き、左右には500及び500の文字と日本銀行交渉のマイクロ文字を敷き詰めている。表面中央の地模様には焦燥印宝物の 黒垣図を染め金銀絵に追い箱の模様をあしらっている。裏面には中央から右側にかけて富士山が描かれているが、これは名取旧作が山梨県大月市のガンガ原釣山山頂から撮影した写真を原画としたものである。また、裏面左側の額面金額500が表示された円形の輪郭の周囲にはレンゲ模様を描き、さらにその外側を 中村寺根寺堂の天外の藤原模様が取り巻く構成となっている。野菊と500の透かしが入っているが、印刷と重なっていることもあり、B100 円券と同様確認しにくい。紙質については、前期はクリーム色紙、後期は白色紙である。使用色数は表面6色、裏面3色となっている。1969年5月14日の 大倉省告示第三37号昭和44年中に発行を開始する日本銀行券500円の様式を定める券で紙幣の様式が定められている B500 円券の発行開始から18年が経過し印刷技術や偽造防止技術が陳腐化してきたことから C500 円券が発行された改札前の b 号券のイメージを踏襲した上で 他の C 号剣で盛り込まれた偽造防止技術を取り込んだ形となっている。表面の右側には岩倉智美の肖像、裏面中央から左側にかけては岩画原釣山山頂から見た富士山の風景が描かれている。共に原画像は B 号剣と同じものを使っており、基調となる色調も同様の青色であるため全体的なデザインはよく似ているが、 印刷はより精緻になっている。B 号剣よりも肖像画を大型化し、B 号剣のような、額縁調の硬いイメージはなくなっている。また、表面左下には桜花、右下には月桂樹が、地模様としては中央に、放装花模様がそれぞれあしらわれている。しかしは、桜花と波線で、B 号剣とは異なりその部分には、印刷がされていないためこれを容易に確認できる。 1982年4月1日に500円硬貨が発行された後も1985年まで C500 円券の製造は続けられ1994年まで日本銀行から払い出しされていた日本の現在発行されていない旧紙幣の中では現存数が非常に多く B100 円券ほどではないが未使用の100枚予備風や1000枚寒風が古銭市場や ネットオークション等に現れることもあるほどであり、チ番号やエラーなどの条件がない限り古戦商が買い取りすることはほぼない。使用色数は表面9色、裏面5色となっている。合計は1982年4月1日に発行開始された500円硬貨である。デザインは A100 円券に流用することが検討されていたものの、肖像の図柄が不適当であり、 加えて、工学券には偽造防止対策上を犯印刷を用いるべきとの GHQ の指示を受けるようは行われなかった。ありがとうございます。